山本清志12月17日から1960年7月5日は日本の海軍軍人、政治家、家族。最終階級は海軍中佐、貴族院議員、伯爵。異海軍等は1944年時点で十三未君三等。父、山本ゴ兵衛母、山本時子こジップは海軍大将、山本ゴ兵衛でその長男。妻は、 海軍主計大佐、平井七三郎の長女雅子。義兄に、宝部兵、山地和義、義弟に、上村彦の城の獅子主義、松方正義の蜂を、乙彦がいる。長女は、中南米に詳しく、キューバのカストロ議長とも面識があった薪子。薪子の夫清には、山本家の婿養子となるが先病死し、山本家は、英が継承した。三女の智子は、 朝吹きつの四男、四郎の妻、海軍兵学校三十四期、小上根一、住山徳太郎、平田のボルらが同期生である。1907年少尉民間。大尉時代に語学研究のため英国留学。第一次世界大戦では出雲文隊長として出生。出雲は当初県米支隊に属して北米での通商保護にあたり、後、 第2特務艦隊に編入された。同艦隊は地中海で連合国艦船の護衛任務に従事した部隊で山本は同艦隊副艦を務めた。その後軍令部出資、第1県外艦隊副艦、横須賀海兵団副艦を経て1923年予備役編入となる。昭和期はロンドン海軍軍縮会議に全県随員として参加。 外務省に食卓として、席を持ち、1933年父の死去により、翌年1月に就職。1939年7月には、貴族院伯爵議員に汚選され、研究会に所属し1946年5月8日まで、在任した。5年7月1日任務実行に関する件、軍艦出雲戦時日首大正6年、第二特務艦隊職員名簿。 ありがとうございます。